under the alien gods, half alien and half human gods, who are the minions of the alien gods and the leaders of human rule are called demigods. They are mixed species of alien gods and humans, or kings and queens of hybrid species adapted to the global environment. Among these demigods, Gilgamesh, Queen Puabi, Chun Shi Huan, and Buddha's father Suddhodana were the kings and the queen whom I, Hiroshi Hayashi, have historically and clearly identified as demigods. It is also said that this is why these kings and the queen were so far in their physical figures from humans. In the history of the earth, we never be able to ignore these four demigods when we think about human history created by gods together with humans. 外来種の神々のもとで、その外来種の神々の手先となり、人間支配の指導者として位置づけられているのが半神半人のデミゴッドということになります。外来種の神々と人間との混合種、あるいは地球環境適応型のハイブリッド種の王、あるいは王女ということになります。そのデミゴッドの中でも、私林博士が歴史的にもデミゴッドとはっきり判断している王が、ギルガメシ、ジョー・プアビ、チェン・シ・コウ、それにブッダの父親のストダーナということになります。これらの王たちは、人間とはかけ離れた姿を持っていたのはそのためと考えられます。神々と人間が作り上げた地球史の中においては、これら4人のデミゴッドを無視して人間史を考えることはできません。広志林、ハメメシティ、ジャパン。私林博士がデミゴッドと判断した4人の神々です。歴史的にも実証的に実在したことが証明されている神々です。左上からギルガメシュ、右上が女王プアビ、左下がチンシファン、新始皇、日本では真の始皇帝と呼ばれています。そして右下がブッダと呼んでいる、その方のお父さんのストダーナ・ガウタマです。これら4人のデミゴッド、半神半人の神々は実在しました。そして神と人間の間を行き来し、つまりは人間の指導者、あるいは人間の支配者であったということになります。で、これら4人の神々についての動画を発表しましたが、ここではその冒頭部分だけをこの後につなげておきます。興味のある方、関心のある方はですね、3849ビデオナンバー3849の2341をご覧になってくだされば嬉しく思います。まさにデミゴッドということになります。エイリアン種の神とそして人間との間にで作られた、つまりはハイブリッドヒューマノイドということになります。
There are three types of gods that we consider to be the superiors. One is alien gods from outside the earth. Another one is human race gods that were remodeled by those alien gods and are now our ancestors. And between the alien gods and the humans, the gods who became the minions of human rule by the alien gods, that is, there were so-called the demigods. Of course, together with these three types of gods, there are vertical long-headed Igigi from Mars, and also there are other gods who came to the Earth from time to time. However, it can be broadly divided into these three types of gods: alien species, human species, and demigods. When we think about the history of humans with gods, we take it into our consideration that the gods whom we consider to be the superiors must be divided into these three types.私たちが優れた人と位置づける神々にも3種類の神々がいます。地球外からやってきた外来種の神々、その神々によって改造され、現在私たちの祖先となった人間種の神々、そして外来種の神々と人間種の神々の間にあって、外来種の神々による人間支配の手先となった神々、つまり半神半人のデミゴと呼ばれる神々です。もちろんその他にも火星からやってきた縦長超等人間もいますし、その他にもその時々にやってきた神々もいます。しかし大きく分ければ外来種の神々、人間種の神々、そして半神半人の神々の3種類ということになります。私たちが優れた人、 The Superiors と位置づける神々と人間の歴史は、この3種類に分けてそれぞれ考えなければなりません。広志林、浜松市、ジャパン。
Gilgamesh was a historical king of the Sumerian city-state of Uruk, a major hero in ancient Mesopotamian mythology, and the protagonist of the Epic of Gilgamesh, an epic poem written in Akkadian during the late 2nd millennium BC. He probably ruled sometime between 2800 and 2500 BC and was posthumously deified. 紀元前2800年から2500年にかけて実在した王と言われているのがウルクのギルガメッシュです。そのギルガメッシュ叙事詩を紹介します。広志林、浜松シティ、ジャパン。The Epic of Gilgamesh Summary。 エンキドゥの死はギルガメッシュの心を打ち砕いた。自分の衣服をちぎり取り髪の毛を裂いた。ギルガメッシュはエンキドゥの体の周りをワシのように回った。まるで自分の子ライオンを殺されたライオンのように落ち着きなく歩いた。町の長老たちの前でギルガメッシュは自分の悲しみを訴えた。ギルガメッシュの嘆きは動物や自然の描写とともに表現されている。野原や平原にいる動物、町の長老、そしてエンキドゥの世話をした娼婦まで皆悲しんだ。杉の林、ウラヤの川、ユーフラテス川に通ずる道、そして畑にいる農夫や羊飼いは皆エンキドゥの死を悲しんだ。ギルガメッシュはウルクに住む金属労働者、石膏、金細工師、彫刻師などの職人を招集した。彼の死んだ友人に約束したようにエンキドゥの行為をたたえ、名声を祝福するためエンキドゥの像を作るように命令した。ギルガメッシュは友人の額の鼻から虫が這い出てくるまで友人のそばにいた。それからギルガメッシュはそれが汚らわしいものであるかのように王衣を脱ぎ捨てた。そしてギルガメッシュは髪の毛で覆われた動物の毛皮をまとった。ギルガメッシュは赤目脳の鉢に蜂蜜を注いだ。ラビス、ラズリの鉢にいくらかのバターを塗った。そしてそれをシャマーシュに差し出した。それからギルガメッシュはシャマーシュが死にかけていたエンキドゥに彼がそうするだろうと告げたように荒野に出かけた。ギルガメッシュは悲しみで一人でさまよい歩いた。自分も死ななければと迷っていた。で最後にウツナピシツム、つまりノアを探そうと決心した。ウツナピシツムというのは地上のすべての命を絶やしかけたあの大洪水を生き残った人である。そしてウツナピシツムというのは神によって永遠の命を許された人でもある。ギルガメッシュはウツナピシツムがどうすればギルガメッシュが死から逃れることができるか、それを話してくれると思った。ウツナピシツムは遥か遠くの太陽が昇るところに住んでいて、今まで人が誰も行ったことがないところである。ある夜、眠りに落ちる前にギルガメッシュは山の中で彼の願いを認めてくれるよう月の神シンに祈りを捧げた。真夜中にギルガメッシュが目を覚ますと彼はライオンに取り囲まれていた。彼のベルトから斧を取り出すとライオンを攻撃し殺した。さらに旅を続け、ギルガメッシュは二つの頭を持つ魔衆山に着いた。一方の頂上は西にあり、それに向かって太陽は沈む。そしてもう一方は東にあり、
太陽はそこから昇る。摩周山の頂上そのものは天を指し、下の方は地下世界を指していた。2匹の怪獣とサソリ人間と彼の妻がその門を守っていた。オスの怪獣がギルガメシの妻にこう言った。ここにあえて来るのは神に違いないと。その妻はこう言った。ギルガメシの3分の2は神である、残りの3分の1は人間である。とオスの怪獣はギルガメシュにこう聞いた。誰がこんな恐ろしい原野に旅をしているのか、また理由は何か。今までこんなところをやってくるような危険を犯した人間はいない。とギルガメッシュが怪獣たちに彼の冒険について話したとき、サソリ人間はウツナビシツムはこの山の反対側に住んでいると教えた。そこへたどり着くためにはギルガメッシュはその山を貫くトンネルを使うことができると。シャマー氏は旅から朝起きたその場所に戻るとき、そのトンネルを毎晩使っていた。トンネルをくぐるのにギルガメッシュなら24時間かかるだろう。またトンネルの中は全くの暗闇と。バビロニアでは1時間というのは60分だったが、1日は12のダブル時間、つまり24時間に分かれていた。どんな人間もそんな暗闇では生き残ることはできないので、怪獣はギルガメッシュにはそれを許可しなかった。ギルガメッシュは山の中を歩いた。全くの暗闇の中でギルガメッシュは前も後ろも全く見えなかった。ギルガメッシュは1時間2時間3時間と全くの暗闇の中を歩いた。暑い暗闇の中では息をするのも苦しかった。ギルガメッシュは4時間5時間6時間と北風が彼の顔に当たり始めるまで歩いた。11時間になろうとした時、暗闇が色あせてきた。12ダブル時間、つまり24時間が終わった時、ギルガメッシュはトンネルから甘い朝の空気と日光のもとに抜け出た。ギルガメッシュは果物や花、赤メノウやルビーや宝石などがあふれた庭へと出た。その向こうには海が広がっていた。Mistake 間違いの訂正。延期、つまりプロメテウスの正当な息子はマルドックです。延期が泥から最初に作った子供、つまりハイブリッドがアダパーです。旧約聖書の中のアダムです。ギルガメッシュ叙事詩の中の延期ドゥは延期の息子という意味ですが、アダパーのことではありません。マルドックのことでもありません。間違いをここに訂正しておきます。ハロー、 This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, JapanMystery of Gilgamesh. What we learn from Uruk. A good 1,000 years before the Israelites were putting the final touches in their scriptures on the God of the Jews, Christians, and Muslims, the Mesopotamian gods of Gilgamesh were already ancient. Gilgamesh is the main character in the Epic of Gilgamesh, an Akkadian poem that is consideredthe first great work of literature and in early Sumerian poems.
In the epic, Gilgamesh is a demigod of superhuman strength who built a city walls of Uruk to defend the people and traveled to meet the sage Utnapishtim, who survived the great flood. Uruk、紀元前2900年から2000年にかけてのこと。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の時代から見ても、ギルガメシという神の時代は古代と呼んで差し支えのない時代のこと。かつてウルクには5万人から8万人の人たちが住んでいたという。世界の人口のことを考えると、当時としては最大級の都市であったに違いない。そのギルガメシュ、ほとんど実在の神であったと言われている。ギルガメシ叙事詩でよく知られたギルガメシュ。世界最古の古代文献ということになる。ギルガメシュはデミゴート、つまり半神半人であったという。ウルクの町を建設し、町の人々を救った。そして最良の友、エンキドウを失うと、その悲しさに耐えかね、ウツナピシツムに会いに出かける。その様子をして、死として残したのが、ギルガメシ物語である。ウツナピシツムというのは、あの大洪水で生き残った、やはり神に近い人であった。話の内容と時代を合わせて考えると、ノアのことではなかったか。そのギルガメシュ。ギルガメシュにまつわる謎は多い。言い換えると、ギルガメシュの謎を解けば、古代の神々の世界の構図がわかる。例えばウルクには、イナンナを飾ったレリーフが残っている。照合してみてわかるが、イナンナである。ギルガメシュとイナンナの関係がよくわかる。そして、ウルクの町。この町で注意したいことは、壁で遮られた一角に、エアナと呼ばれる地域があったということ。エアナ地域は町から離れたところにあった。あの地域はそれに反して大地の上にあったという。エアナはイナンナの語源になっているという。エアナがイナンナになった。日本人の私たちとしては無視できない事実である。で、最初の疑問。ギルガメシュは誰かという謎である。神ではないようだ。はっきりとデミゴット、つまり半神半人と記されている。が一般的にはギルガメシュはイシュタールとシャーマーシュの父親の神ということになっている。そのように書かれた文献は多い。が手がかりはギルガメシュ、叙事詩だけ。この動画の中ではその要約版を翻訳してみた。何かこの叙事詩の中にヒントがあるかもしれない。またニネベで奇妙なヘルメットが見つかっている。紀元前2300年頃のものと言われている。このヘルメットとギルガメッシュのレリーフの比較してみると驚くほど一致する。ニネベで見つかったオーバーオールヘルメットはギルガメッシュのものだったのか。もしそうだとするなら、ギルガメッシュもまたヘルメット、つまりマスクを必要とするデミゴッドだということになる。謎は尽きない。がもしここでギルガメッシュイコール神ということになれば、ユダヤ教さらにはキリスト教の謎が一気に氷解する。ユダヤ教、キリスト教でいう神は、神ということになる。言うまでもなく、イシュタールがマリアとなり、シャーマシをイエスとして、現在のキリスト教が生まれた。イシュタールとギルガメシの関係はどうだったのか、神との関係はどうだったのか、ウルクについて調べるのは、実は今日が初めてである。ここを突破口に、シュメールの神々の世界の謎に迫ってみたい。今皆さんにご覧いただいているのはギルガメシのレリーフです。で、この顔とですね、ニネベで見つかった、オーバーロールヘルメットですね、と比べています。
まあ、間に300年という年月がありますけども、古代の神々は長寿でした。旧約聖書によれば平均800歳だったということになっています。まあ、このギルガメシュとニネベのオーバーロールヘルメットを比べていますと、酷似しているのがわかります。まあ、順に比較していますから、皆さんご自身で判断してください。で、中央が2300年頃のもの、そしてギルガメシュは2600年頃というふうに言われています。で、こうしたものが見つかっているわけですね。で、ギルガメシュ。関係があるのかないのか。逆に言いますと、こうしたヘルメットを必要としたということは、そういった神であったということになるわけですね。で、このギルガメシュが神であったかどうかということです。もう一度、バビロニアの神々の構図を見てください。中央に、イシュタールがいます。そして左、下にですね、神がいます。イシュタールの、まあ、イナンなどですね、父親です。そして、この神ですね、の元から、まあ、イシュタール、イナンナが、イナンナイシュタールですけどもね、が、まあ、生まれたというか、あてがわれて育てられたということですね、正確に言えば。そして、もしここでですね、神イコールギルガメシュということになると、謎が、Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Zacharias Sitin and his last wish. He wrote as follows. Maybe by comparing her genome with ours, we would find out what are those missing genes that they deliberately did not give us. Maybe. I cannot guarantee that, but maybe.And then, as to Queen Puabi, Wikipedia writes as follows. Puabi was an important person in the Sumerian city of Ur during the first dynasty of Ur, 2600 years BCE. Commonly labels at the queen, her status is somewhat in dispute. Several cylinder seals in her tomb identify her by the title Ning or Erush,a Sumerian word which can denote a queen or a priestess. The fact that Puabi, herself a Semitic Akkadian, was an important figure among Sumerians indicates a high degree of cultural exchange and influence between the ancient Sumerians and their Semitic neighbors. Who was Puabi? What was Puabi? Here, you would know the reason why Zacharias Sitin left his message as his last wish. Queen Puabi had got an enormously large head, almost 2.7 times larger in capacity than that of an ordinary human's. Then it's not at all surprising if Zacharias Sitin thought Queen Puabi to be an extraterrestrial being or a kind of genetically modified hybrid human.I, Hiroshi Hayashi, hereby agree with Zacharias Sitin. Zacharias Sitin は次のような言葉を最後に残し、2010年この世を去りました。多分、プアビのゲノムと人間のゲノムを比較すれば、私たちは彼らが故意に人間には教えなかったミッシングリンクが何であるか、それを私たちは知ることができるだろう。多分。保証はできないが、多分と。プアビ、つまり、ウルの女王、プアビ。なぜ、ゼカリア・シッチンは、そのような最後の願いを遺言として残したか。が、その理由は、簡単にわかりました。女王、プアビは、少なくとも人間ではなかったからです。頭蓋骨の大きさは、私が比較したところ、長さ比にして 1.4 倍、体積比にして 2.7 倍もありました。身長についてはわかりませんが、頭蓋骨から計算するとかなりの巨人だったと思われます。今日の動画はその謎に迫ってみます。画面を見ながら説明します。ゼカリア・シッチンはですね、2010年に亡くなりましたけども、その亡くなる前にですね、最後のウィッシュ、願いとして、まあ、遺言として次のような言葉を残しています。つまりですね、ウルで見つかった女王プアビの
骨をですね、DNA 鑑定してほしいと。そうすれば、私の一連のですね、説が正しかったことが証明されるはずと。まあ、ゼカリシッチンはですね、maybe、多分って言葉を使ってますけども、まあ、それは学者としての控えめな言い方だったというふうに、私は理解しています。で、これが、クイーン・プアビですね、ジョー・プアビです。で、まあ、女王であったかどうかということについては、何かしら議論があるみたいですけども、ともかくも、まあ、最高位の、まあ、巫女であったということですよね。で、まあ、ゼカリシッチンの言葉はここにあります。私の正しさを証明するためにも、ジョー・プアビの骨の、DNA 鑑定をしてほしいと。で、プアビはこのウルに住んでいました。そしてそのウルから、このプアビの遺骨が発見されました。で、このプアビについてですね、シュブアドと、まあ、ことだという説もありますけども、シュブアドイコールプアビだということになりますね。まあ、別名だったということになるわけです。まあ、ともかくも、ジョー・プアビですね。そして、まあ、現在ですね、このような被り物を被った上に、まあ、こうした、その、装飾物が、をですね、ジョー・プアビが被っていたっていうふうに考えられているわけですよね。が、しかし、まあ、今回ですね、まあ、ジョー・プアビの遺骨って言いますか、骨が見つかってですね、ジョー・プアビは、まあ、人間とは違う、まあ、並外れた大きな頭蓋骨を持っていたということが分かりました。これは、ジョー・プアビの復元図です。まあ、要するにその装飾物が、まあ、異様に言ってますか、まあ、大きかったわけですね。ですから、ジョー・プアビは頭に被り物を被った上に、そうしてこうした、まあ、装飾物を頭につけていたということになるわけですね。まあ、そういうふうにも解釈されている、わけです。でもこれがですね、まあ、ウルの、まあ、発掘現場ですね。で、こうして、まあ、このウルの遺跡から、ジョー・プアビの遺骨が、骨がですね、発見されました。で、現在これはですね、ロンドンのですね、ナチュラルヒストリーミュージアム、ロンドンというところに、所蔵されています。まあ、はっきり言えば、出所のしっかりとした、まあ、骨だということですね。まあ、よくある、インチキの、まあ、骨とは違うということ、まあ、骨というか、インチキの画像とは違うということですよね。左が、ジョー・プアビで、右が人間の頭蓋骨だそうです。大きさを、まあ、サイズコンパリゾンを、まあ、このようにしているわけですよね。上が、ジョー・プアビです。まあ、いかに大きいかってことですね。で、私の長さを測っていましたら、まあ、これが 1.4 倍ってこと。長さ比で 1.4 倍ですよね。ですから、体積比に直しますと、1.4 の3乗で 2.75 倍というふうに、私は計算しました。なあち、頭蓋骨のですね、容量がですね、2.75 倍あったということです。で、これに対してですね、ペンシルバーニア大学のね、まあ、どこかの研究したと思いますけども、ジョー・プアビのですね、装飾物をですね、まあ、どのように、まあ、身につけていたかっていうのことを多分調べたんだと思います。で、まあ、普通のこのマネキンの上にですね、まあ、大きな被り物に石を被せて、そしてそのジョー・プアビの、装飾物をこうして、まあ、飾っているわけです。まあ、その周囲のですね、人たちとの大きさを比べていただくとわかりますけども、まあ、2.7 倍、の容量があるということは、あながち、それほど違った計算ではないと思われます。まあ、比較してみてください。まあ、先ほど言いましたようにですね、ペンシルバニア大学のこの様子を見ますとですね、まあ、あまりにもその装飾物が大きいということでですね、まあ、普通の人間がですね、一度こうした被り物を被って、まあ、ヘルメットとも言えませんけども、大きな被り物を被って、そしてその上に、こうした、その装飾物をですね、つけていたと。まあ、そのように解釈しているというふうに、私は理解しています。まあ、本当に大きいですね。まあ、こうして今、飾り物をですね、復元しているわけだろうと思いますけども、マネキンの方をよく見ていただくとわかりますけども、普通の人間のマネキンを使っているようですね。ですから、まあ、被り物という、まあ、言い方があちこちに出てきています。で、検証してみます。で、上がジョー・プアビで、下が、まあ、私たち普通の人間の頭蓋骨ですね。まあ、いかに巨大であったかということは、これでもってわかるわけですけども、ただこの、まあ、プアビの女王の骨がですね、これだけ大きいということは、別の大きな意味がその向こうに隠されているということですね。まあ、後で申し上げますけども、古代の神々は、まあ、巨人でした。で、しかし今まではですね、まあ、壁画であるとか、絵の世界での話だったんですね。あるいは、伝説の話であったんですけども、こうして実際に、まあ、ウルからですね、ジョー・プアビの遺骨が見つかったっていうことですよね。で、まあ、その遺骨というか骨が見つかったってことですよね。で、
まあこれはラージヘッドということになるわけですけども、こうして見ると、まあ簡単に言いますと、まあ大きく分けて3つの骨が、というか3種類の骨を、があるということになります。で、左がですね、これ、パラカスで見つかったコーンヘッドです。で、これはエジプトの、まあ、像ですけども、やっぱり頭が上に長いんですね。もう一つは後ろの方に長いコーンヘッドもいるわけです。上はそのマリね、アフリカのマリで見つかった、コーンヘッドですけども、それがまあ、エジプトのですね、まあスタンカーメンの妹のネフェルティティになったと。で、中央がですね、今回、まあ、私が今ここで述べているプアビですね。プアビの頭蓋骨ですけど大きいですね。で、まあ、私は左は縦型コーンヘッド、右はですね、横型コーンヘッドと呼んで分けて考えています。まあ、これも林博史説ということになりますけども。で、エトフのですね、いわゆる、ま、ここで思い出したのがエトフの、いわゆるラージヘッドです。以前はラージヘッド、それから少し前にはヘルメットを被ってるんじゃないかという説も考えてみました。まあ、いわゆるそのプアビのですね、プアビのですね、骨を見て、私はこのもう一度これを見直してみました。で、中央にこのラージヘッドがいるわけです。で、一番右端に人間がいるわけですね。で、このラージヘッド、後ろの方に、いわゆる頭が後ろ、長い、上に長いですね、コーンヘッドがいる。で、ここにですね、大きな、まあ、頭のエイリアンと思われる、まあ、人物がここに座ってるわけですね。で、その前、右の方には、銃刀人間ですね。銃の頭を持った銃刀人間がいて、一番最後に最後尾に人間がいる。まあ、いわゆる人間は、序列がそれほど低かったということになるわけです。まあ、いわゆる銃刀人間よりも、序列が低かったということになるわけですね。まあ、エジプトではこれ犬ということになってますけどもね。まあ、日本では狐ということになるんですね。で、左の方が、銃刀人間です。で、こうした、まあ、いわゆるその、カモイにですね、こうした彫刻が彫り込んであったと。で、この、中央にいるこのラージヘッドと、まあ、プアビと、まあ、直接今まで結びつくことはできませんけども、その可能性は非常に大きいということですね。ウルで見つかっているということですよね。ですから、ひょっとしたらこれは、いわゆるそのプアビの、まあ、仲間ではなかったかというふうにも判断できるわけです。で、結論ということになりますけども、もう一度見ていただきたいんですけども、左がラージヘッド、いわゆる、まあ、私、まあ、ビッグヘッド、ジャイアントヘッド、なんでもいいんですけども、大きな頭蓋骨ですね。右が人間ですね。右がしかし、この事実はですね、大変重要な事実を私たちに教えているわけです。すなわち、この頭蓋骨がですね、人間と神々をつなぐ接点、あるいは神々の、いわゆる、まあ、物的証拠ということにもなるわけです。まあ、もう一度ここを確認していただきたいんですけども、まあ、現在のところ、この被り物を被っていたというのが、まあ、一般説でありますけども、この、まあ、やっぱり頭蓋骨と言いますと普通ではありませんね。ですから、被り物を被らなくても、まあ、巨大な頭を持っていた、すなわち、巨人であったということになるわけです。ということになりますとね、今までは壁画の世界だけでですね、古代の神々が巨人であったという、まあ、私はそういうふうに唱えてきたんですけども、まあ、そうではなくて、ここに、初めて言いますか、物的証拠が出てきたということになります。まあ、この図を見ていただきたい。大変ですけども、一番右の私はミトラだと思ってますけども、ちょっと胸が大きいかなっていう感じがします。で、一番右にいるのは、まあ、神で、その左にずらずらっと並んでいるのが人間ということになります。で、まあ、いろいろな神々を見てもですね、これはシャーマシだと思いますね。太陽の紋章が、シャーマシの紋章がありますから、それから真ん中に、月、神の、紋章が入ります。これはダリウスですね。馬と比べてみて、左がダリウスで右がアフラマズダということになってますけど、馬と比べてみてください。足が地面に届いてますね。これアルテミスですけども、ヤギ。これは小ヤギじゃありませんよ。角ありますから。軽々と角を持って、これもそうですね。馬に匹して大きいと。これもですね、左がですね、左右にいるのは子供ということになってますけど、子供じゃありませんね。それから孔子も大きいですね。それからまあ、日本で言うと聖徳太子も大きかったんですけど、ミトラも大きいですね。牛をですね、上から押さえつけています。で、これが決定的ですけども、ペルセプロスに残るダリウス像ですけども、中央にいるのがダリウスです。で、周りに並んでいるのが人間ですね。大きかったですね。この大きさ、比べてみてくださいね。ダリウスがいかに巨人であったかということがこれでわかるわけです。今まではこういった像を見てもですね、古代の人たちは神々を大きく作ったんだというふうに言われてましたけども、ここで、まあ、頭蓋骨、すなわち上プアビの頭蓋骨が出てきたということです。で、左が人間の頭蓋骨。で、その中央にいるのがプアビ。このプアビの頭蓋骨が、いわゆるダリウスの、いわゆるその頭蓋骨の大きさと同じになったということはですね、まあ、シーチンが何を言おうとしたかはもうわかりますよね。いわゆるそのプアビ女王のですね、頭蓋骨を DNA 鑑定すれば、このプアビ女王は人間ではないと。すなわちエイリアンと、いわゆる神々の接点を、この頭蓋骨によって証明できるってことを、まあ、いわゆるシーチンは考えた。
ということなんですね。ですからこのような遺言を残したということです。なあ、チッパービ女王の DNA 鑑定をしてくれれば、私の説の今までのね、説が正しかったことが証明されるんだ、かもしれないと。まあ、そのように、ゼケリア七人は言い残して、この世を去りました。私も同感です。まあ、ゼケリア七人のですね、意思を継ぐためにもですね、ぜひ DNA 鑑定をやっていただきたいと思います。まあ、ところでですね、そのプアビの、遺跡、いきますか、Qin Shi Huang was the king of the Chinese state of Qin from 246 to 221 BC during the Warring State period. He became the first emperor of a unified China in 221 BC. He ruled until his death in 210 BC at the age of 49. After unifying China,He and his chief advisor, Li Si, passed a series of major economic and political reforms. He undertook gigantic projects, including building and unifying various sections of the Great Wall of China and now famous city-sized mausoleum, girded by the life-size terracotta army and a massive national road system, all at the expense of numerous lives.During his reign, Qin Shi Huang had lured and burned many books and buried some scholars alive. Qin Shi Huang was in the deepest mystery of history. What was he for humans? Qin Shi Huang, つまり秦の始皇帝は紀元前221年に中国を統一した最初の皇帝です。万里の長城を建設し、道路を整備し、兵馬俑の兵士を作りました。その一方で、書物を焼いたり、学者を生きたまま埋めたりもしました。秦の始皇帝は深い謎に包まれています。彼は一体、人間にとって何だったのでしょうか？広瀬林、浜松スリージャパン。では、画面を見ながら説明します。これが秦の始皇帝です。まあ、秦の始皇帝の時代にね、こうした絵が描かれたかどうかということについてはわかりませんけども、一様に、まあ、つまり同じように描かれているという点に注意してください。まあ、このような絵が残ってるわけですね。そして、この絵なんですけども、中央に秦の始皇帝が描かれています。で、まあ、側近って言いますかね。まあ、側近を人間とするならば、人間とは比較にならないほど大きく、そして頭も大きいという点に注意してください。まあ、絵ですから、このように表現したとも考えられるわけです。がところがですね、ウルからですね、女王プアビの骨が見つかっています。その骨っていうのはこれなんですけども、頭が一様に大きいですね。まあ、ざっと計算してみましたけども、人間の平均的な頭蓋骨よりも容量において約 2.7 倍ということが分かりました。左が女王プアビの、まあ、骨です。右が、まあ、平均的な人間の骨と思われます。ともかくも見た感じ、長さ比にして 1.4 倍ということになります。まあ、このように大きな骨がですね、実際に見つかっているということです。で、ジグラート、ウルのジグラートを皆さんお案内します。ここに、まあ、先ほど言いました、プアビ女王がですね、君臨していた、していました。今から4500年ほど前のことです。で、左が女王プアビの骨ですね。で、右が平均的な人間の骨ということになります。上が女王プアビの骨です。長さ比にして 1.4 倍前後ありますね。ですから、その30倍ですから、約4石比にして、体積比にして2.7倍ということになります。まあ、この写真の方でね、今なんて言いますか、女王プアビの使っていた飾り物の、まあ、検証がなされているところだと思いますけども、人間の頭と比べても、やはりかなり大きいということですね。まあ、実際こうした骨が見つかっているということになるわけです。で、まあ、先ほどのですね、秦の始皇帝の、まあ、頭を描いた絵をちょっと思い浮かべていただきたいと思うんですけども、やはり同じくらいの、まあ、差があるということですね。なうち、まあ、絵は絵なんですけども、かなり正確に、まあ、秦の始皇帝を描いているのではないかと、私、林博士は考えています。まあ、こうした骨もですね、ジョープアビの骨も見つかってますけども、まあ、この歯はです。歯そのものはですね、人間の歯とそれほど変わらないということを、歯科医師の先生から、聞いています。始皇帝の話に戻ります。
で、その始皇帝の周辺からは、形状記憶合金の、形状記憶合金のクロームメッキされた剣まで見つかっています。まさにありえない大パーツということになります。まあ、それについては、いろいろと説明されていますが、以前検証したことがありますので、その動画の一部をここにつなげておきます。形状記憶合金のクロームメッキされた剣です。関連性があるかどうかですよね。で、刀につって、これはメッキがしてあったということからですね、メッキという言葉から最初に浮かぶのが、今まで私が知っているのは、バビロニアの電池ですね。バグダッド電池と言われているものですね。で、黒メッキがあったと。で、2200年前の秦の時代に黒モに青銅を浸して、そしてメッキをしたということなんですね。そしてミリリウさんがですね、このような動画を送ってくださいましたが、動画の芯をこうして拾っていました。で、2200年経た今もですね、この刀は物を切ることができるそうです。その後、寛大にできた刀はボロボロになっているんですけども、この秦の時代にできた刀は未だにこのような形と色と艶を保っていると。もちろん物を切ることもできるそうです。そして形状記憶合金で、これは歪んでたんですけども、上の重しを取ったらまたピーンと元に戻ったということなんですね。そして、この動画の中では、その後の漢の時代にできた銅をどんなに保存状態が良くてもこういうふうにボロボロになるんだそうです。で、バグダッドバッテリーですね。バグダッドにも電池があったということです。そしてメッキが行われていたことが分かっています。それについてですね、ウィキペディアの方では次のように説明しています。その近辺からメッキされたとしか言いようがない装飾品、装飾品が出ていると。ところが水銀アマルガム法などではメッキを差し施す方法は古くから知られており、別に珍しくない。これは否定主義者の必ず使う論法なんですよね。後で説明いたします。で、バビロンはバグダッドの、南にあるんですね。そこで、バビロンを調べてみましたら、バビロンの遺跡が出てきました。これがバビロンですね。その中央に、まあ、こうした遺跡がありましたので、ここを点にしました。バビロンも結構広かったんですね。そして、このバビロンから、線をナスカに引いてみます。そうしますと、あるんですね。この黄色い線がバビロンから引いてきた線です。そして、やはり先ほどの、ポイントに、てか、ナスカの一点に集中してくるわけです。バビロンです。これが、黄色い線がバビロンからの線です。先ほどのお見せしました滑走路の今度下の面を通るんですね。わかりますか皆さん、この事実。バビロン、いいですか見てくださいよ。もう一度やってみます。ね。もう一度やってみます。こうして、兵馬俑、それから、ルンビニ、アテネの線と、それから、バビロンの線がここで重なったということです。バビロンの線です。バビロンからやってきた線ですね。そして上が兵馬俑から来た線です。そしてその同じ滑走路からは一本の線が伸びて、それがギリシャのアテネ、オリンピアを通り、そしてガンダーラのラホールを通り、そして最終的にはルンビニへとやってくるわけです。このようにナスカでは、なってますか。一つの場所にですね、もうほっぺんと言ってもいいでしょう。に集まるということです。これらすべて同じ関連性を持って作られた文明である。誰によってか言うまでもなくエイリアンです。人間は空を飛ぶことはできませんでした。さあ、これらのすべての事実は、いわゆる三本の、もう、集まっているということですね。すなわち、これらの文明はすべてエイリアンが関与していたということです。まあ、以上をですね、簡単にまとめて言うとですね、バグダッドの郊外のバビロンではですね、乾電池が見つかっていると。で、そして、兵馬俑の方ではですね、クロームミッチされた、まあ、刀が見つかっているということですね。そして、その両者はナスカで繋がっているということです。これが、秦の始皇帝陵ですね、左側ね。で、まあ、秦の始皇帝陵から 1.8 キロ離れたところに、テラコッタアーミーが、まあ、隠されていたということになるわけです。まあ、これは秦の始皇帝陵ということになります。右の丸がですね、これがテラコッタアーミーです。
で、大変不思議なことにですね、テラコッタオアーミーのですね、これはまあ焼き物なんですけども、これほどおびただしい数の焼き物が焼かれたにもかかわらずですね、この周辺からは窯が見つかっていないということですね。炭のカスも見つかっていないということですね。まあこれから先ね、発見される可能性がありますから、ないとは断言できませんけども、今のところ見つかっていないということです。まあどうやって焼いたのかっていうのも、まあ謎といえば謎なんですね。で、こうした、まあ、陶器製の 兵士がですね、秦の始皇帝の周辺から出てきているということですね。まあ、どうやって焼いたか、ということにもなるわけですね。で、まあ、クロームメッキされた刀も、この周辺から出てきていると。そして、まあ、電池そのものはですね、先ほど言いましたように、バグダッド周辺のから出てきているということですね。まあ、関係があるのかないのかわかりませんけども、まあ、私はあるのではないかと考えています。で、林宏のナスカ理論で簡単に考えて、まあ、おさらいしておきたいと思います。まあ、これがですね、滑走路ですけども、上から来た線がこれ、テラコッタアーミーから、兵馬俑から来た線です。で、まあ、綺麗に、まあ、ちょうどこの逆三角形の上のところにね、マウンドがありますから、そこになりますと、この黄色い線が上手に引けます。そして横の線は、アユテアですね、まあ、共に、まあ、焼き物でよく知られているところです。そして、このブルーの線がですね、いわゆるプレアピヒア、ルンビニ、ラホール、それからアテネ、オリンピア、オリンピアの新直線通りますね。アテネはアテネ市のやや北方を通ります。それで、まあ、テラコッタアーミーの方がですね、縦線、横線が、アユタヤ、それから、このブルの線が、ラホール、それからギリシャのアテネ、まあ、アテネって言いますかね、アテネと、それからオリンピアを通ってくる線だということです。まあ、このように、まあ、関連性のある、いわゆるまあ、場所へはね、のラインはこのようにナスカで、ほぼある場所に集まるということです。で、この黄色い線に注意していただきたいんですが、この黄色い線は、先ほどの秦の始皇帝の、墓から来ている線ですね。で、この黄色い線です。注意深くご覧ください。そして、後でもう一度説明しますけども、この白い線がですね、ウルから引いてきた線です。まあ、このように滑走路がここで重なるということです。で、平たい帽子って呼んでいいのでしょうか。まあ、これは、だけど、秦の始皇帝、まあ、だけが使っている帽子のようではないですね。まあ、まあ、一応この秦の始皇帝はこのような帽子をかぶっていたってことになるんでしょうか。で、この帽子の端にですね、なんて言いますか、すだれのようなものがついている点に注意してください。まあ、こうした一風変わった帽子を、まあ、秦の始皇帝はかぶっていたということになるわけです。で、これと同じものがですね、後で紹介しますけども、ナスカに描かれています。で、もう一度この、秦の始皇帝が被っている帽子なんですけども、この右の方は日本の、土偶ですけども、まあ、細い紐こそありませんけども、コンセプトと言いますか、その基本的な考え方は同じと林宏は考えています。で、まあ、平たい帽子ですよね。まあ、これが日本の埴輪の中にはこうした、まあ、奇妙な、帽子をかぶっている像があるということです。まあ、これはオーバーオールヘルメットですからね。目の部分がくり抜いてあります。そして、なんとなく顔全体が浮いた感じがしますね。お面だということです。仮面だということですね。まあ、ともかくもこのようなものが日本でも発見されているということです。まあ、ややね、形が違いますけども、何かしらこう特別な装置を、と言いますか、まあ、役目を持った帽子のような感じがします。まあ、要するにこのような、板状の帽子をかぶっていたということですね。そして、秦の始皇帝もそれをかぶっていたということです。で、ナスカ理論で、もう少し深めてみたいと思います。で、ナスカですね。で、この横の線は、これはですね、ギザと、てかナンバー2のピラミッドとイーサートをつないだ線です。で、それと、まあ、平行に一本、ここに滑走路があります。で、その距離は約 3.1 キロずれてますけども、まあ、この滑走路ですね。ですからこの滑走路は右へ行けばギザ、左へ行けばイースター島ということになります。で、この、まあ、滑走路、だんだん細くなって、そして途中で一回、細くなって、それからまた太くなって、イースター島へと向かっています。この途中にですね、今お見せしました、なんて言いますか、一風変わった帽子が描かれています。これは、どんな本にも載っていませんので、まあ一応今のところ林宏発見ということになります。これが右行けばギザ、左の方行けばイーサー島ということになります。一度細くなって、そしてまた太くなっています。いわゆる一本の滑走路で、両方の方向を示しているということですね。まあ、注意深くご覧ください。いわゆるまあ、これ大変珍しいケースです。一本の滑走路で、二つの方向を示しているというケースです。
で、その途中に実は、地上絵が描かれています。で、右へ行けばギザ、ナンバー2ピラミッド。逆にナンバー2のピラミッドと、それから、イサとつなぎますと、この線と平行になります。今、ややちょっと下の方ずれてますけどね、ナスカの平原の上では。しかし、この滑走路では、右へ行けばギザ、左へ行けばイサ島となります。まあ、このように、まあ、表現されているということですね。まあ、地上の方に降りています。向こうの方へ行けばギザということになります。ナンバー2のピラミッド行きます。手前の方へ行けばですね、イースター島となります。そして、このラインを一部深くご覧いただきたいんですけども、ここに、まあ、こうした直線が引けますね。これ、まあ、ですから、この一本の滑走路で両方向を示していると。そして、その途中に、実は、今言いました、兵馬俑で表現されている、まあ、一風変わった帽子がここに表現されています。これからそれを皆さんにご覧いただきますけども、で、その横に当然滑走路があります。ここなんですね。今、ちょうど中央、やや左寄りに見えてきましたけど、ここに、陰州から引いてきた、陰橋から引いてきた線があります。ですから、この帽子は必ずしも、秦の始皇帝の陵墓の方を向いているということにはならないわけです。この左の黄色い線は、陰橋から引いてきた線です。まあ、このように、まあ、このラインがここにあるということですね。わかりやすければね。それで、まあ、その短冊って言いますか、この帽子の奇妙なラインって言いますかね、すだれのようなものを比較していただくとわかると思います。で、右の方は、これは兵馬俑の近くから出てきたアーティファクトだと思います。まあ、その辺から拾ってきた、写真です。で、結論ということになりますけども、いわゆるこの秦の始皇帝ということになるわけですけども、その始皇帝の被っているこの帽子も今お見せしたものと同じものを被ってますね。そして、プワビの骨と。で、秦の始皇帝とプワビとは関係あるかということですけども、いよいよここからが結論です。中部からご覧ください。上が秦の始皇帝です。で、下が女王プワビです。異様に大きな頭であることに注意してください。まあ、この両者の共通点は異様に大きな頭ということになります。それで、この両者を、の線を見ています。もう一度、この黄色い線を見てください。これは、ウル、いわゆるプワビ。の、いわゆる大きな頭蓋骨ありましたね。あの遺跡から引いてきた線です。黄色い線です。で、この黄色い線と、それから縦の線が、ヘバ用から引いてきた線です。で、この線がここで重なります。秦の始皇帝両棒ですね。そこから引いてきた線です。で、このブルーの線が、秦の始皇帝から引いてきた、両から引いてきた。線で、下の黄色い線がウルから引いてきた線です。そして、共に大きな頭をしているということですね。これで、両者がこのナスカを通して繋がりました。緯度経度はここに示しておきますから、興味のある方はまた、ここを起点にして線を引いて、検証してみてください。まあ、このような形で、ちょっと遠回しの言い方でね、ちょっとお聞きづらい点があったかもしれませんけども、お許しください。なあち、こうして、秦の始皇帝と、それから、バグダッド郊外の、が繋がったということです。まあ、ウルと繋がったということですね。バグダッド郊外ってもウルと繋がったということですね。下が、浮上プアビの頭蓋骨大きいですね。そして上が、秦の始皇帝です。それが、ナスカで繋がった。イコール、まあ、こうして、私のナスカ理論を使ってですね、この両者は関係があるというふうに証明できました。まあ、大変ね、遠回しなビデオになりましたけども、どうかお許しください。それでは、Bye for now. Buddha as an existential being. Today's story is about Buddha himself, about whom I say here that he is a reptilian, not a human, as long as you claim that the Gandhara sculpture here is Buddha. This sculpture is very well known, and this is called Sitting Buddha in Hangar, now in Lahore, Pakistan. Is he really a human? No, he is not.先ほど見ていただいたのが釈迦苦行像です。現在、パキスタン・ラホールのラホール博物館に所蔵されています。ガンダーラ仏の中でも傑作中の傑作と評価されています。が、この像は私たちが一般にガンダーラ仏と呼んでいる彫刻とは一線を画すものです。雰囲気がまるで違います。台座にはゾラスター教を祀る神事の様子まで描かれています。一方、ガンダーラ仏と言われているものがあります。見るからに人間です。
が、これは本当にブッダの姿なのでしょうか？あるいはどちらが本当のブッダの姿なのでしょうか？今日の物語はそれについてのものですが、釈迦苦行像は何体か残っています。日本の鎌倉の建長寺にも残っています。で、話は変わりますが、1952年9月12日、アメリカのウェストバージニア州で、いわゆるフラットウッドモンスター事件というのが起きます。巨大な UFO が現れ、それが地上に落下します。3人の子供が近寄ってみると、文字通りモンスター、つまり怪獣が現れたという事件です。この事件は、その同じ年の2ヶ月前に、ワシントンパニック事件、メリーゴランド事件っていうのが起きたこともあり、大騒ぎになりました。その時の様子を細かく説明した記事がありますので、ここに翻訳して紹介します。で、このフラットウッドで現れたフラットウッドモンスターが先に紹介したラホール博物館にある釈迦苦行像に似ているという報告をメリルーさんから受けました。確かに雰囲気が似ています。で、私は当初軽い気持ちでそれを調べ始めました。が、調べ始めて驚きました。共に大変よく似ているというレベルを超えて同じであることが分かったからです。どう同じであるかは皆さんご覧になっての通りです。左がフラットウッドに現れたモンスターです。右がラホールにある釈迦苦行像です。指が長いですね。そして独特なあばら骨。この首のコンセプトも全く同じですね。そしてこの点々で表現してある部分。それから顔。双方を比較してみてください。目の中に目が、また別の目があります。大きな鼻。もう一つの像で比較してみます。お腹の作り方ですね。そして腕の表現の仕方。まあ顔を明るくしてみますと、まあこのようになって、そして、まあ、この目の作り方ですね。まあ、こうして順に比べていきますと、まあね、間に2000年近い年月が流れているわけですから、その2000年という年月を超えて、
まあ、大変よく似てるというか、場所も離れてますよね。ということは、フラットウッドでモンスターを見て、それをですね、こうして絵にして、まあ、残した人たちはですね、ガンダーラのいわゆる四角形像を見たとしか言いようがありませんね。しかし、そんなことはあり得るでしょうか。この目を見ていただきたいんですけども、目の中に目があり、大きな鼻ですね。そして目はレプタリアン独特の目をしています。まあ、色は私が勝手につけてみましたけども、人間ではありませんね。それで、レプタリアンとは何かということなんですけども、この釈迦苦行像と、まあ、人間の骨格と比べてみます。まあ、鎖骨を中心にしてみてくださいね。それで、釈迦苦行像の方の像はですね、鎖骨が位置にこれ合わせますと、首が長く、そして、首の上の付け根から斜めにですね、左の下の方に剣が走っているのがわかりますね。これは別の像で見てもやはり同じようになっています。そして脇の下は開いていて、人間にはない剣が胸から伸びています。これは右は、レオナルドの描いたスケッチです。レオナルドはこういう形でレプタリアンの骨格図を残しました。頸椎の数も13個で人間の7個とは違います。そして首の付け根の上のね、付け根から肩にかけて妙な剣が伸びてますし、そして鎖骨から人間にはないその剣が上腕の方に伸びています。で、ダヴィンチはこういう形でレプタリアンの、まあ、解剖図を残しました。まあ、皆さん自身の脇の下の剣と比べてください。で、この肩甲骨も人間のものではありませんね。そして首の上の付け根から三角形のなっているこの剣が伸びている。人間は7個ですけども、ダヴィンチの書き残したのは13個です。すなわち、これは、まあ、トカゲですよね。細い骨を何本かの剣で支えているってことになります。で、釈迦苦行像の像と比べていただきますと、大変よく似ていると。まあ、人間にはない剣がですね、首の上の付け根から肩の方に伸びていると。そして、肩がカクンカクンと曲がってますね。いわゆる、まあ、日本の縄文土偶と同じコンセプトで作られているということです。で、まあ、右がダヴィンチ、レオナルドの残したレプタリアン像ですから、左の釈迦、いわゆるまあ、像もですね、苦行像も、レプタリアンと考えるのが普通です。右は、これはレオナルドの残したダヴィンチが残した絵です。で、この絵も、何らかの人物もやはり、ここに妙な剣があり、そして首の下に大きな三角形のくぼみができています。で、私は右の像はダヴィンチ、レオナルドの描いた、レプタリアン像と判断しました。大きなくぼみ。人間も三角形できますがね。できないとは言ってないんですよ。どなたかこの前、人間にもあるっていうふうにね、書いて書き込みをなさってくださった方がいらっしゃいますけども、これが異様に大きいということですね。いわゆるここに大きな三角形のくぼみができるということです。で、これが釈迦苦行像です。で、これはレプタリアンである。まあ、こうした像が、まあ、私が拾い集めた範囲では3体残っています。あと首だけのもの、体だけのものもあります。で、これは、レプタリアンである。少なくとも、人間ではないということになります。で、検証してみますが、もう一度、この像を見てください。これ非常に重要な部分なんですね。で、右が、フラットウッドモンスターと言われている、まあ、怪獣です。これらは、同じ、まあ、モデルと言いますか、を元にして作られた像。そして右が、絵であるということになります。そして、ここでラージアイを、について、まあ、考えておきます。南アフリカにフェルヌクパンと言われている奇妙な平原があります。ここには無数の螺旋模様が描かれています。2000年以後、誰かによって描かれたということは確認しています。
完遂のため、あるいは考えのためにそうした模様が描かれたということになってますけども、その一角にこんな奇妙な地上絵があります。これは偶然できたのか、いわゆる自然にできたものかということですけども、この絵の周りを見ますと、細かい線が走っているのがわかりますね。すなわち、まあ、無数の円によって囲まれているということですね。この絵は私が発見しました。で、この絵とですね、それから、まあ、これはマヤで発見されたアーティファクトですけども、比較してみますと大変よく似ている。それがまあ、現在このラージアイと言われているエイリアンの顔にも似ていると。まあ、これらの絵を、右の写真は、まあ、私が独自の判断で信憑性の高いと言われている、まあ、エイリアンの写真を集めてみたものです。これがイギリスのハンプシャー州で現れたクロップサークルです。これが青森の石神様です。で、特徴はですね、目の中に目があるということですね。これは与那国の人面岩と言われているものです。目の中に目があるということですね。そして作り方のコンセプトが大変よく似ていると。これはただ単なる偶然なんでしょうか。というのは、この目の中に目があるという点でですね、先ほどの、いわゆるまあ、釈迦苦行像と似ているということです。そして、右の、いわゆるまあ、フラットウッドモンスターも目の中に目があるということです。これも偶然の一致なんでしょうか。これ余談ですけども、ともかくももう一度見ていただきたいんですけども、これが、いわゆる釈迦苦行像の、まあ、頭部ですよね。この目の中を見ていただきたいんですけども、いくら痩せてもですね、目の中にまた別のまぶたができるということはありえませんね。注意深くご覧ください。目の中にまた別のまぶたがあり、その向こうに眼球があります。青い部分が、まあ、目であり、黄色い部分が中心のね、これが眼球ということになります。目の中にまた別の目がある。これ果たして人間なんでしょうか？あるいはヘルメットをかぶったレプタリアンなんでしょうか？ということで、もう一度ここを見てください。下が、まあ、まぶた、まあ、下まぶたということになるわけですね。そしてその中にまた別のまぶたがあって、その向こう、そのまぶたにかかって眼球があるということですね。で、左がガンダーラ仏です。右がフラットウッドモンスターですけども、やはり同じように目の中に目があります。特にガンダーラ仏の方ははっきりしてますね。目の中にまた別の目があり、まぶたの中に隠れて眼球があります。いわゆる目の中に目があるということです。もしこれがブッダだというならば、これはレプタリアンであって人間ではないということになります。本当にこれは苦行中のブッダ、すなわち、釈迦苦行像なんでしょうか。そしてこの像はですね、という点を考え合わせますと、捏造された偽のブッダ像ということになるのではないでしょうか。ということで、今日の話はこれで終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Just suppose you are now walking somewhere on a planet where its gravity is twice or three times as much as that of this planet, the Earth, you'd inevitably need a power-assisted walking device to walk on that planet. You need it. So do extraterrestrials on this planet, the Earth.And this is why deities in ancient times wore the device, and here you see some of this evidence in relief. You can see an opening between his real leg and a walking device, an opening through which you can see his mantle-like costume between them. They needed it because they needed it to walk on this planet.The Earth. 今皆さんに古代の神々が使っていた歩行補助装置をご覧いただいています。広し林、浜松シティ、ジャパン。黄色い部分が古代の神々の足です。左の赤い部分が歩行補助装置です。その間に隙間があり、その向こうの衣服の一部が見えます。横じわも一致します。つまり、古代の神々はですね、
この地球上では歩行補助装置を使っていました。つまり歩行補助装置を必要としていました。これからそれについて詳しく説明しますが、この赤い部分が歩行補助装置ということになります。注意深くご覧ください。右が現在人間が使っている歩行補助装置です。林博は歩行補助装置と判断しました。by 林博説です。今日のテーマはフトダーナ・ガウタマです。一般にこれは苦行中のブッダと呼ばれていますが、ブッダではありません。台座のところにゾラスター教の神事が彫り込まれています。このフトダーナ・ガウタマ像は何体か残っています。がどうも人間離れしているようですね。まあ異様な骨格。それに、まあ、ガリガリに痩せています。これが一般に苦行中のブッダと呼ばれている像ですけども、これはブッダのお父さんのフトダーナ・ガウタマです。ペルセポリスの碑文にその名が刻まれています。ヘロドトスの歴史の中にもその名前が出てきます。フトダーナ・ガウタマ、すなわち、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。このフトダーナ・ゴータマの像は、まあ、見るからに普通でありませんね。それから指の形がどうも普通ではないように思います。折れているのかなと思いましたけども、皆共通して同じように表現されています。つまりこれは、折れているのではなくて、こういう指を持っていたということになります。謎が深まります。で、さらに今度は足を見てみます。いくら痩せていても、このようなパイプのような足になるとは、私には考えられません。細いというよりもパイプみたいですね。上が実際に座禅をしている方の足です。下もそうです。比較してみてください。どこかおかしいんですよね。いわゆる足の先がないということになります。まあもっともこれはそうかなと、そのようにも見えるかなというふうにも判断できるわけです。で、立ててみました。で、実際の足と比べてみました。まあ、90度回転しているというか、親指の位置が逆になっているようにも見えます。まあ、これも、まあ、そうかな、というレベルの話かもしれません。で、これは、後で説明しますが、アフラ・マズダーの像です。右に、向かって右にいるのがアフラ・マズダーです。このアフラ・マズダーは、今、馬にまたがってますけども、その足に注意してください。足の先が、丸くなっています。いわゆる私たち人間のですね、足とは形が違うということですね。で、折れている、あるいは、まあ、ということも考えられますが、綺麗に丸く成形されている点に注意してください。つまりこれがアフラ・マズダーの足ということになります。先ほどのフトダーナ・ゴウタマの足と、どこか似ているような印象を私は持ちました。確認しておきます。向かって右に表現されているのがアフラ・マズダーです。そしてその左にいるのがササン朝のアルダシール王です。今、アルダシール王はアフラ・マズダーから王権のシンボルであるリボン付きの王権リングを渡されています。ついでですけど一番左にいるのがミトラということになります。で、このアフラ・マズダーですけども、足が、まあ、人間の足とは違うということです。注意深くご覧ください。
そうして言えば、古代の神々はオーバーオールヘルメットをかぶっていました。すっぽり型のヘルメットです。で、このアフラ・マズダーの像についてもそれが言えます。一見すると人間の顔のように見えますが、これはオーバーオールヘルメットです。左のようなオーバーオールヘルメットがペルシャ各地で見つかっています。左はこれはニネフェで見つかったオーバーオールヘルメットです。古代の神々はこのような、まあ、ヘルメットをかぶって人間と接していたと考えられます。まあその理由はもう皆さんお分かりですね。まあこうしたオーバーオールヘルメットをかぶらなければならないような、まあ様相をしていたということになります。少し話は脇道にそれますが、このアフラ・マズダー像に注意してください。真剣を表す、まあ尺と呼ばれる棒を持っています。いわゆる地球の支配者という意味です。王権はその土地の支配者という意味です。右は長野県の井戸尻考古館に展示されている土偶の一部です。現地では土器ということになっています。が注意深く比較してみると、その両者は大変よく似ているというレベルを超えて同じということがわかります。そして中央は、これはアフガニスタンで見つかったコスチュームです。神々はこのような、まあ、ローブのようなものを身につけていたということになります。三者が共通しています。つまりこれが神々のコスチュームということになります。それが井戸尻考古館の土器なるものに表現されているということです。が、今日のポイントはここではありません。その手を見ていただきたいと思います。くるくるくるっと巻いて、指がありませんね。ここに注意してください。右はニンフルサーグの、まあ、土偶ですね。手の先を見てください。指は3本に分かれているように見えます。そして同じようにくるくるっと巻いています。つまり、左はこれは土器ではなくて土偶の一部だということになります。そして、それ先ほどのアフラマザーのまあ、手と比べていくと、見ますとですね、皆さんは違うじゃないかと思われるかもしれませんけども、しかし足の方は同じということになります。つまりこのような形でですね、手もひょっとしたら何かの義手をはめているものと林博士は考えています。足がその証拠です。この足は繰り返しますが、折れているのではありません。明らかに丸く成形してあります。ここが重要ですから確認してください。古代の神々はですね、このような足をしていた、イコール地上を自分の足では歩くことができなかったということになります。右が実際のアブミに乗せた足です。その違いを比較してください。そして上はアフラ・マズダー像ですけども、このアフラ・マズダーはですね、何かの乗り物に乗っているかのようにも見えます。が、しかし、まあ足の部分がですね、何かしら同じように表現されているように思います。細く、まあ、ひょろっとした足ということになります。そしてそのコンセプトがですね、ニンフルサグの像の手、そして、井戸尻考古館に展示されている土器なるもの、すなわち土偶の一部の手とコンセプトが一致しているということです。で、その、まあ、コンセプトがですね、ニムルードに残るこのレリーフの足と一致していきます。つまり、古代の神々は、こうした歩行補助装置を身につけていたということになります。まあ、ここが重要ですから、もう一度確認していただきます。ニムルードに残るレリーフです。で、今度は手を見ていただきたいんですけどもね。この手もやはり何らかの補助装置、動力補助装置をつけていたものと思われます。まあ、この白いって言いますか、右の黄色い部分が、まあ、元の手、そしてこの赤い部分がやはり、いわゆるまあ、補助装置ということになります。まあ、林博士はそのように判断しました。つまり手と足はですね、同じように、まあ、表現されているということになります。ニムルードに残るレリーフです。もう一度見てください。反対側の手で今度は比較してみます。やはり同じように人間にはない深いくぼみが中央に縦に走っています。この黄色い部分が本来の手、そして赤い部分が補助装置であると判断できます。
足と、まあ、連動して考えていただきたいと思います。まあ、このように古代の神々はですね、足と手に、まあ、動力補助装置をつけていたということになります。動力補助装置をつけていたということになります。ついでに、ダメ押し的にもう一つ事実を話しておきたいと思います。今このレディーフを皆さんに検証していただいてますけども、右がアフラ・マズダ、そして左がアルダシール王ということになります。そのアルダシール王の足もやはり丸く収められています。そして、まあ、馬に比してですね、体が大きいですね。もう足がですね、地面すれすれのところまで届いています。つまり、アルダシール王もですね、やはり、まあ、神に近いハイブリッド型の、まあ、人間であったというふうに、私、林浩司は判断しています。つまり、このような形でですね、神々は金剛杵を作って、まあ、地球を支配していたということになります。繰り返しますが、今、アフラ・マズダーがですね、アルダシール王に渡しているのは、王権のシンボルである、リボン付きの王権リングです。日本の前方後円墳の基本形になったと、私、林浩司は考えています。そしてその足がですね、右のニンフルサグの足と一致していきます。ニンフルサグの手に注意してください。くるくるっと巻いていますね。そして足の先には、いわゆる足がありません。注意して比較してみてください。もう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。ネムルードに残るレリーフです。サンダルを履いています。緑に着色してみました。そして黄色い部分が足ということになります。そして赤い部分が、いわゆる歩行補助装置ということになります。動力付きの歩行補助装置ということになります。そしてその間には隙間があり、向こうのですね、その向こうの衣服の一部が透けて見えます。確認してくださいね。で、これは歩行補助装置であると私、林浩司は判断しました。他にも似たようなレリーフがいくつか残っています。このレリーフもそうです。やはり足と歩行補助装置の間には隙間があり、その向こうの衣服の一部が見えています。同じコンセプトですね。で、さらに、まあ、こうした像も他にあります。この像もやはり歩行補助装置をつけていると思われますけども、はっきりしませんが、膝を比較してみてください。同じ膝です。私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、すなわちペルシャ名セッダアルタ・ゴータマのお父さんのストダーナ・ガウタマです。台座のところにゾラスター教の神事の様子が表現されているのがその証拠の一つということになります。このストダーナ・ゴータマ、すなわちブッダのお父さんの骨格ですけども、どこか人間離れしてますね。で、そうした像が何体か残ってますけども、顔が、まあ人間とは違うということですね。注意深くご覧ください。右がですね、わかりやすいので、その像を使いますけども、頭部だけのストダーナ・ゴータマ像です。左は体だけのストダーナ・ガウタマ像です。で、右の像を見ていただきたいと思うんですけども、目の中に目があります。まあ、つまりこれも私はオーバーオールオールヘルメットの一つであると考えています。下まぶたが目の中にもう一つあります。いくら痩せても、このように二重の下まぶたが、になるということはありえません。まあ、これも一つの根拠ということですけども、ストダーナ・ゴータマは少なくとも私たちのような人間ではなかったということです。で、私、林浩司はですね、ストダーナ・ゴータマも神ですから、手と足を調べれば、その証拠が見つかるのではないかと考えました。そして、この、いわゆる苦行中のブッダと呼ばれている像、すなわち、ストダーナ・ゴータマの像を調べれば、それがわかるのではないかと考えました。で、この手を調べたわけですけども、まあ、どこか人間っぽくて、しかし似て非なりという感じがします。まあ、この像だけでは何とも言えません。異様に細い
という点でですね、ニムルードのあのレリーフの像と似ていると思います。そして足なんですね。異様に細いということです。まるでパイプのようになっているということですね。いくら痩せても、まあ、このような足になったのでは、もう歩くことさえできなかったのではないでしょうか。あるいは本当にこのような細い足をしていたのかもしれません。そしてここに申し訳程度に赤い丸のところにですね、足の一部が外に出ています。しかしこの足もよく見るとおかしいんですよね。で、その足と先ほどのアフラ・マズダーの足と比べてみますと、どこかやはりそのコンセプトが似ているということになります。まあ、断言はできませんけども、疑惑が膨らみます。と言っても、その確たる証拠ということにはなりませんでした。左が、まあ、いわゆる、ソダナ・ゴタマの像です。右がアフラ・マズダーの像です。いわゆる私は、左はですね、ここにも書きましたように、いわゆる、義足であるのではないかと疑っています。あくまでも疑いですけども、それが今日のこの動画の結論ということになります。続いて、歩行補助装置について詳しく説明します。日本の土偶は総じて皆、その歩行補助装置を身につけていました。Bye for now. The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something, your mind knows is a lie. Shannon L. Elder. 一番混乱するときというのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させるときだよ。Shannon L. Elder。Common sense is what tells us the earth is flat. Stuart Chase. 地球は平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。Stuart Chase. It was not curiosity that killed the goose.Who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense. E.A. Buchanan. 金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識を貪り食う貪欲さだったんだよ。E.A. Buchanan.Common sense ain't common, Will Rogers. 常識などというものはね、決して普遍じゃないよ、Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be.Harriet Beecher Stowe. 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そしてそれがあるべきようにそれをすることだよ。ハリエット・ビーチャー・ストウ。Common sense is judgment without reflection shared byAn entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャン・バティスタ・ビコ。常識などというものはね、考えないでものを判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャム・バティスタ・ビコ。
common sense is part of the homemade ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger. 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね。ジョン・バーガー。Common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Albert Einstein. 常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。アルバート・アインシュタイン。Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. Hiroshi Hayashi. 常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林博士。 まず皆さんにアフラマズダーのレリーフを見ていただきます。向かって右側、真剣を表す棒、つまり尺を持っているのがアフラマズダーです。そのアフラマズダーの足に注意してください。どこかおかしいですね。脚部がですね、そのまま丸くなって終わっています。つまり私たちが言うですね、足がありません。上は人間が馬にまたがった様子を描いたものです。アブミが描かれています。そして足があります。しかし、アフラ・マズダーの足には、つまり足がありません。これがアフラ・マズダーの実像ということになります。大切なことは、あるがままに、それを受け入れていくということではないでしょうか。みんなバビロニアで見つかっている土偶だと思いますけども、やはり足が同じように表現されています。足がありません。大切なことは、まずそこにある事実をあるがままに認め、その上で物事を考えていくということではないでしょうか。同じような像が日本でも作られていました。埴輪です。手の先を見てください。スーッと流れて終わってますね。そして関節がないように見えます。同じような像がエジプトでも作られています。やはり手の先がスーッと流れて終わっています。まあ、こうした像を見たときにですね、こうした像は芸術家のクリエイティブなマインドによって作られたと考えてしまうのはどうかと思います。つまり同じような像が世界中で見つかっているということです。まあ、こうした事実をですね、積み重ねてその中から合理的な理論を引き出していく。それが大切だと私は考えます。で、足も同じようにスーッと流れて終わっていると考えるのはごく自然なことだと思います。手と足は同じように作られているということになります。そして一番右の埴輪へとそれがつながっています。注意深くご覧ください。そこで少し掘り下げて考えてみます。先ほどの
アフラマズダーのレリーフです。向かって右側にいるのがアフラマズダー、そして手に神剣を表す尺を持っています。それで中央にいるのがアルダシール一世王ですね。で、今度はそのアフラマズダーが持っている輪、つまり王権を表すリングに注意してください。リボン付きのリングです。王権リングですね。で、これを渡された王は、その土地を支配できるということになります。そのシンボルが、この王権リングということになります。まあ、短冊と言いますか、リボンのようなものがついていたと考えられます。で、これは、コスロー2世、ペルシャ帝国最後の王と言われていますけども、中央にそのコスロー2世が彫刻されています。そして、やはり同じように、この場合は向かって右側のアナヒータから王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。大変精緻に彫刻されています。そしてそれと同じリングが長野県の井戸尻の考古館にある土器ということになってますけども、土器の最上部に彫られています。全く同じです。和というよりも螺旋形の和ということになります。形も、そして模様も同じです。すなわち、長野県の井戸尻の考古館に展示してあるこれは、土器ではなく、土偶の一部だということになります。で、この王権リングは、どうやら頭の後ろにつけて、まあ、飾られたようです。アフラマズダーの頭の後ろを見てください。同じような短冊が後部に流れているのがわかります。つまり、王権リング、リボン付きの王権リングはこのようにして頭の後ろにつけたということですね。そのコンセプトは、右側の井戸尻の考古館にあります土器なる土偶のコンセプトと一致します。そして一風変わったローブのようなものを身につけています。そして頭の横にはポコンポコンと髪の毛まで表現されていますが、その手を見ていただきたいと思います。手のひらがなく、やはりくるくるくるっと巻いています。そしてその形は、先ほどお見せしましたアフラマズダーの足と同じです。比較してみてください。いわゆる脚部はあるんですけども、足がないわけですね。日本語では両方とも足と言いますけども、足がないわけです。つまり、レッグはありますけども、フットがないわけです。こうして繋がっていくわけです。つまり、左がアフラマズダーであるならば、右の、まあ、この土偶もですね、アフラマズダーの一部と考えるのが自然ということになります。もう一度、この井戸尻考古館にあります像を見てください。このような形になっているんですね。そして手の先を見てください。くるっと巻いています。バビロニアで見つかった像と一致します。これが事実なんですね。そしてもう一度比べていただきます。左がアフラマズダーを表したレリーフです。そして右が日本にある井戸尻の考古館にある、まあ、土器、土偶ですね。そして頭の部分もあります。ただし、これは日本では香炉となっていますけども、これは逆さまに置いてあります。そして頭を比較してみてください。顔が一致します。つまり、右の土器なるものは土器ではなくて、二つ一組の土偶であるということを示します。そしてそれは、まさしくアフラマズダーということになります。繰り返します。日本ではこのように展示してあります。何でもかんでも逆さまに置くのが日本の風習のようです。それはともかくも、これをこのように据え付けてみますと、ちょうど大きさもぴったりと合います。そして、その姿はアフラマズダーということになります。そしてその井戸尻考古館にある像と大変よく似た像がエジプトでも見つかっています。ギザ高原でこのようなアーティファクトが見つかっています。異様に大きな目、細い顎、細い首、あるいは生命維持装置のようなものであったかもしれません。で、比較してみますと、作り方、形が大変よく似ているのがわかります。中央に、まあ、鼻
ですよね。左の方は私はマスクであると判断しています。後でこれ紹介しますけども、いわゆる釈迦堂でも同じような、まあ、香炉が見つかっています。香炉なんかではありませんね。その証拠に右の下座高原で見つかっているこのアーティファクトの横には、このような謎めいた物体が彫刻されています。もうこれは誰が見ても、誰が見ても UFO ですね。今で言う UFO です。つまり、このような形で右のアーティファクトはですね、人間ではない。つまり、エイリアンであるということを示しています。そして一番左が釈迦堂で、に展示してあります。やはり、香炉。ということになりますけども、これは香炉ではありませんね。逆さまにしてみますと、右2つのアーティファクトと大変よく似ているのがわかります。そして、このように置き直してみますと、それはそのまま右のレリーフのアフラマズダーのそれと一致します。つまり、井戸尻考古館に飾られているこの土器なるものは、アフラマズダーそのものであるということになります。ただ、レリーフなどによればですね、オーバーオールのヘルメットをかぶった像で描かれることが多いです。そして、左は、これは甲府の県立高校博物館に展示してあります像ですけども、やはり髪の毛の表現の仕方などが一致します。そして、頭の後ろには、いわゆる王権リングが表現されています。つまり、古代の神々には手のひらがなかったということになります。同時に足もなかったということになります。これはニムルードに残るレリーフですけども、そのため古代の神々は、例えば歩くときには歩行補助装置を必要としたということになります。これが歩行補助装置です。今、赤枠で囲ったのがサンダルです。そしてこの黄色い部分が本来の足ということになります。そして、ふくらはぎの部分は、歩行補助装置ということになります。異様に細い足であったということですね。これ赤い部分が、歩行補助装置であったと考えられます。その証拠に、その間には隙間があり、その向こうの衣服がそのまま、透けて見えます。この赤枠の部分に注意してください。黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。そしてその向こうに衣服の一部が見えています。横線も一致している点に注意してください。つまり、古代の神々はこのような歩行補助装置を必要としたということです。その理由はもうわかりですね。先ほどお見せしましたように、まあ、人間でいうフットそのものがありません。ですから、歩行補助装置を必要としたということになります。この事実をどうか皆さん軽く考えないでください。つまり古代の神々が何であったかを知る大変重要な手がかりとなる事実です。そしてこれが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、アフラ・マズダーの話をしておきたいと思います。これはペルセポリスに残る世界最古のアフラ・マズダーのレリーフです。アフラ・マズダーですけども、これは乗り物なのか、それともアフラ・マズダーの羽なのか判断しかねています。上がホルス、まあ、エジプトの神ですけども、ホルスです。下がアフラ・マズダーです。同じコンセプトで作られているのがわかります。まあ、船であるにせよ、これ三人乗ってるのも表現されてるんですね。バビロニアで見つかっているレリーフにはそういうものあります。ですから、これ全体が船であったのか、それともアフラ・マズダー自身についていた羽なのか判断しかねますけども、まあ、ともかくもアフラ・マズダーの下のくるくるっと巻いたのが、私は足のように思います。つまり、まあ、それを象徴的にですね、このような形で今赤丸つけましたけども、表現してあるのではないかと、私、林浩司は考えています。ともかくも、少なくとも言えることはですね、アフラ・マズダーは
左のような歩行補助装置なくしては、この地球上を歩くことができなかったということになります。あるいはアフラ・マズダの名を使った古代の神々、いわゆるまあエイリアンであった可能性もあります。その部分についても判断しかねていますけども、要するにこうして並べてみていただきますと、まあ、異様に細い足が共通性を持って表現されているということですね。そしてその様子がこうした、まあ、レリーフの中にも表現されているということです。この足の部分を注意深くご覧ください。これが皆さん事実だということですね。そして同時に冒頭で言いましたように、私たちの持っている常識をですね、一度ひっくり返して考えてみる必要があるということです。そういった意味で、もう一度この動画を皆さんにご覧いただきました。続いて、三星体のアーティファクトの謎について考えてみます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about San Xing Tui. According to a legend in China, the Fainan Qi, or Fuzok Tzu in Japanese, relates Nu and Fuzi to the time when heaven and earth were in disruption as follows.Going back to more ancient times, the four pillars were broken, the nine provinces were in tatters. Heaven did not completely cover, earth did not hold up heaven all the way around its circumference. Fires blazed out of control and could not be extinguished, water flooded in great expanses and would not recede.Ferocious animals ate blameless people, predatory birds snatched the elderly and the weak. Thereupon, Noah smited together five colored stones in order to patch up the azure sky, cut off the legs of the great turtle to set them up as the four pillars, kill the black dragon to provide relief for Ji province, and piled up.Reeds and cinders to stop the surging waters. The azure sky was patched, the four pillars were set up, the surging waters were drained, the province of Ji were tranquil, crafty vermin died off, blameless people preserved their lives. This is the beginning of the history of China, as well as the history of human beings.初夏は古代中国神話に登場する土と縄で人類を創造したとされる女神を言います。姿は頭は人間、体は蛇と描写されています。夫婦とは兄、妹、または夫婦と考えられています。祖師天文には初夏以前には人はいなかったと書かれており、人間を作った創造神と考えられています。五漢時代に編集された風俗通によると、黄土、つまり黄色い土をこねて作った人間が鬼人、つまり尊い人であり、数を増やすため縄で泥を跳ね上げた飛沫から生まれた人間が凡庸な人であると考えられています。また、70回生き返ることもあり、農業神としての性格も持っています。次のような伝説が残っています。遠い遠い昔、天を支える四極の柱、つまり柱が傾いて世界が裂けた。天は上空からずれてしまい、地もすべてを乗せたままではいられなくなった。火災や洪水が止まず、猛獣どもが人を襲い食う破滅的な状態となった。ジョカは五色の石で天を補修し、
大亀の足で支柱に変え、黒竜の体で土地を修復し、足の灰で洪水を抑えたとあります。以上が中国に残る伝説ですが、その伝説に基づいて三星堆遺跡について語られています。つまり三星堆遺跡の発掘物は除花であり、福木であると。が本当にそうでしょうか？私、林博士の説はかなり違います。中国の伝説とて世界の神々の歴史のほんの一部にしか過ぎません。また、そうした視点で見ない限り、三星堆遺跡の謎を解くことはできません。いつまでも同じ迷路の中を堂々巡りするだけです。除花と福木、今日はその謎について考えてみます。